こんばんは、ベルベの吉田あかりです。今日は10月のオンラインレッスンのご案内をしてみたいと思います。10月のオンラインレッスンはこんな感じのジャジャーっとガーデンシクラメンを使ったね、あの鳥かごのギャザリングを作ってみたいと思います。前側がこんな感じで、よいしょ、で後ろから見てもすごい可愛いんですよ。こんな感じで両面見てもすごい可愛い作品になってますね。オンラインレッスンはあの私たちの方からこのお花をお家の方に送らせていただいて、であのレッスンを受講してくださる方だけがあの見えるレッスンの動画をね、この送らせていただくので、それを見ながらあの作品を作っていただくっていうような内容になってますね。であのできた作品を写真を撮ってあの LINE で送っていただいたら、あのその写真を見ながらね、ちょっと動画で添削させていただいたりもしてますので、またねあのぜひぜひ送ってみてくださいあの先月からその動画で添削っていうのを始めたんですけど、結構なんか分かりやすいとか、レッスン実際に受けてるみたいとか、ね、喜んでいただいてまして、これからも続けていこうかなと思ってます。あのガーデンシクラメンはね、こんな感じのシルバーリーフのものもお届けさせていただきますね。これはね、あのガーデンシクラメン選ばれるときは、このお花の色もそうなんですけど、葉っぱの色がね結構重要なんですよね。これがシルバーリーフで、こっちが普通の緑の葉っぱなんですけど、ちょっと葉っぱが違いますよね。銀が入っててすごい綺麗で、こっちが緑なんですけどね、このシルバーリーフとこの普通の緑を一緒に入れると、ちょっと葉っぱにも表情が出てすごい素敵なんですよ。で今回はね、このシルバーと普通の葉っぱ両方お届けさせていただきますね。このシルバーは結構手に入りにくいんですけど、あの母のまさみ先生があのゲットしてきまして、綺麗な株を皆さんにお届けできると思いますね。そうですね、これだったら本当に葉物としても使っていただけると思いますね、はい、でね、あのこのガーデンシクラメンは本当にすごいめちゃくちゃお上手な、毎年ねめちゃくちゃお上手にシクラメンを作られている生産者さんのものなので、あの株がすごくいいんですよ。株が本当にすごい良くてね、これもめちゃくちゃつぼみ上がってきてるんですけど、こんな感じでめっちゃ上がってきてまして、下にもいっぱいつぼみついてて、よいしょちょっと見ないでって感じかもしれないです。こんな感じでね、本当にめちゃくちゃいっぱいつぼみがついてるんですよ。でこれがまたね、あのどんどん上がってきて、あのしかもものすごい長期間お花が楽しめるので、本当にねすごい楽しんでいただけるかなと思っていますね、はい、もうねガーデンシクラメン、私冬のお花の中で一番好きなんですよ。本当に置き場所も日当たりでも咲いてくるし、ちょっと半日陰でもバーッと咲いてくるし、置き場所も選ばないし、あと10月に植えたら本当に10、11、12、1、2、3、4で7ヶ月、半年以上楽しめるのでね、本当にこれはすごいいいなと思っています。でこのね、ガーデンシクラメンを使って10月に作品を作ったら、本当に長く綺麗に楽しんでいただけると思いますので、この作品ね、この状態をキープして、あの春まで楽しんでいただけると思いますね。そうそう、でこのね鳥かごを使って作品をお作りいただくんですけども、この鳥かごはね、去年の2月にもオンラインレッスンで使っていると思いますのでね、これ持っている方は使い回していただいたらいいかなと思いますね。で持っていない方はちょっとネットショップで、このレッスンのお花と動画を販売するので、そのところにこれをね、鳥かごっていうオプションをつけているので、これをつけて、お求めくださいね。そしたら鳥かごも一緒にお届けさせていただきますのでね、高さが足からここの上の頂点までで、だいたい40センチぐらいですね。足からこの尖っているところまででだいたい40センチぐらいで、でこの下の台のところですね、このお花を入れる台のところは内径25センチぐらいですね。25センチの高さが40センチぐらいに
なっています。結構ここに平べったくね、いっぱいお花植えれるので楽しいと思いますね。はい、こんな感じの両側空いている形になってますね。めっちゃ可愛いです。このお届けさせていただくときに、この水苔と糸が必ず必要になるんですけども、これは、オプションにしているので、お持ちでない方はね、そのご注文くださるときに、ショップのところでオプションっていうのをつけているので、そこでちょっと選んでいただいたら一緒に新しいのをお届けできますのでね。これはちょっとギャザリングの必需品なので、なかったらできないんですよ。なのでまだお持ちでない方はちょっと一緒にお求めいただいたらと思いますのでね、よろしくお願いします。で、この中に入れる土は、うちで作っている土を一緒にお届けさせていただくので、土はついてます。セットにはお花と土はついているので、あとオプションでいる方だけお求めいただくのが、この鳥かごと、あとこの水苔と糸ですね。これはない方はちょっとね、一緒につけてお求めいただいたらと思いますね。あとはね、ちょっと前からちょこちょこオンラインレッスンに参加してくださっている方には、このフルパさんと液肥っていうのをご紹介させていただいてたんですけど、ちょっとなかなか送れる、環境が整ってなかったので、ネットには載せれてなかったんですね、ショップには。でも今回から一緒にお届けできるように、そのネットショップのオプションのところにつけてみたので、またちょっと気になってて欲しいわっていう方はね、一緒に送れるので、一緒に頼んでくださいね。この液肥とフルボ酸と HB101 ですね、これを一緒につけれるようにしています。このフルボ酸っていうのが最近すごい流行ってて、これを肥料と一緒にあげるとすごいいい相乗効果があって、その肥料の効き目を早くしてくれるっていう効果があるんですね。で、あとそうこの微生物を活性化して肥料の効き目を早くしてくれるっていう効果があります。で、これを、肥料と一緒にあげておくと、本当にね、もううちでも使ってるし、生徒さんも皆さん使ってくださってるんですけど、なんかものすごく花色が冴えてね、バーッとお花が上がってくるんですよ。で、それがちょっと実感としてすごいよくわかるのでね、ぜひ皆さんにもお使いいただいたらなと思って今回ご紹介させていただいてますね。この土の中に残っているお花が吸えない肥料っていうのも、そのフルボ酸をあげるとちゃんと吸ってくれるようになるので、もうすごいいいですね。コスパもいいと思います。あとは HB101 活力剤ですね。これはうちの教室で、生徒さん皆さんにね、植え付け直後の水やりの時にあげていただいてるんですよ。ちょっと根っこを崩したりするので、これをあげておくとすごい活着が良くなりますのでね。あとはまあ、この液肥とフルボ酸をあげるタイミングで一緒にこれもあげておくといいかなと私は思っています。はい、また、もし必要だったらね、よかったらどうぞ。で、あとはね、こういう可愛い花材も入荷しまして、今回。ね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。で、今回ね、鳥かごなので、まあ、ちょっと鳥かごって普通の鉢に比べてね、ここの、底がこう短いですよね。なのでこれをね、直接地面に置くと結構お花の位置がね、こう下になっちゃうんですよね。こんな感じで下になるので、こういう花壇に置いてあげることで結構ね、お花が上に上がってくれるのでね、かなり見栄えが、もっと見栄えが良くなってくれるんですね。なので、まあ普通の鉢の時も花材は華やかになるのでおすすめなんですけど、特にこの鳥かごの時はね、絶対置いたら可愛いんですよ。なのでこれもまたね、そのオンラインレッスンの方にお求めいただけるようにネットに載せたりとか、あとはちょっとこれだけで別のインスタライブでご紹介させていただこうかなと思っているので、またご案内させていただきますね。これお玄関に置いたらすごい素敵です。うちも置いてます。はい、はい、では、はい、こんな感じで10月のオンラインレッスンのご案内ですね、させていただきました。はい、
やってみたいなっていう方はこれをネットショップの方にアップしていますので、そこから材料動画セットですねお求めいただいたらと思います。あ、ね、ぜひぜひご一緒できることを楽しみにしています。はい、では失礼します。